皆さんこんばんは、MKです。今回もロブロックスというゲームで遊んでいきたいと思います。どうやらこの学校には怖い掃除屋さんがいるみたいです。その人に捕まるとゴミと一緒に捨てられちゃうということで、なんとか捕まらないように脱出していきましょう。ゴミと一緒に生徒を捨てるって掃除屋さんとしてやばくないかと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてなんか書いてるのは清潔に保つ、彼を見つけ、毛で切れちゃってるけども、 MK さんを見つけたらゴミとして捨てろと言っているんでしょうか。やばすぎるでしょう、ここの掃除の人。はい、じゃあ出ていきましょう。おっと、いきなり見つかっちゃいました。じゃあ逃げましょうか。まっすぐでいい感じ。うわあ、水が出てるけど、どういうこと、これ下通ってもいいんでしょう。ああ、滑った。待って、今のでちょっと時間をおろすってしまいましたが、なんとかあの出口まではたどり着きそうですね。ここで終わりでしょうか。ああ、よかったわ、叩いてる。怖っ、なんでなんで MK さんも掃除しようとしてんの、おかしいんじゃないのあの人。ということで、じゃあ今度はこっちか。はい、え、なんか書いてる。あ、行方不明になったみたいなこと書いてんのかな。うわ、絶対あの人がさらったんだよ。そしてなんか落ちてるな、ほうき。これキラキラ光ってるけど、取る必要があるんでしょうか。お、6分の1ってことはほうきが6本落ちてるのか。え、大丈夫だったこれまで。うわ、見逃してる可能性もなきにしもあらずですけども、まあ見逃してたらしょうがないということで、はい、この先進んでいきましょう。絶対おかしいよね、こんな場所に監視カメラがあるのは。え、ここを通るのをもう見越してるってこと。はい、通気口の奥通っていきましょう。え、いるよ、でかっ。さっきあんなでかくなかったじゃんえ、どういうこと、こんにちは。うわ、めちゃくちゃ見られてる。ただなんで巨大化したえ、巨大化する何かがあったのか。はい、そしたらさらに進んでいきまして、チェックポイント。うわ、またいるよ。え、2人いるよえ、どういうこと、2人いますけど。まあ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 、1人なんでしょうね。ステージ進んでいってあそこに移ったという、まあ大人の解釈をしましょうか。そしたら矢印の通りに行きまして、あそこにほうきがありました。拾いましょう。これで6分の2、残り4個ですね。いるけどな残り4個のちょっとほうきも見つけつつですけども、え、手出してくるわけじゃないよね、見るだけか。こんな閉鎖的な状況で襲ってこないのがおかしいなという感じはしますけども、はい、ほうきも探しつつ、こういうところ大丈夫か、なんか下のところにほうきが落ちてるとかありそうだけど特になし。そしたら、おー、待って、ミスった、え、おー、着地したどういうこと、え、今一瞬体がバラバラになったような気がするんですけども、そういう滑り台だったという解釈でよろしいですか。そしてなんでこんなに出てるの、いっぱい動いてこれは何なの、ちょっと柱よくわからないけど、はい、さらに奥に進んでいきましょう。そしたらこれも何なんだろうね、焼却炉みたいな感じなんかな。ちょっと MK さん焼却炉をちゃんと見たことないから分かりませんが、まあ清掃の人ってことはそういうことだよな。あ、ほうきあったぞ。うわあ、危ねえ今ちょっと今隙間広いところ行っちゃいましたね。ほうきが目に入って、全然下が目に入っておりませんでした。はい、ちゃんと登れるように段ボールも置いてくれてる掃除屋の人、ありがとうございます。ということで6分の3が見つかりました。残り半分、結構見つかりやすいね。ちゃんと道中にあるので、普通に周りを見ればわかるレベルでしょう。 He is coming、彼はまた来るということなんでしょうか。はい、扉を出たまた出た。おお、そんなモップで追いかけてどうすんのよ。そして水は今回は吹いてないな。はい、転ぶことはないでしょう。矢印が、え、ここになってるけど、どういうこと、お、何、おお、すごいすごいすごい、滑りだ。あ、ほうきあったよ、ちょっと待って、え、今のほうきはいらないの。うわー、なんでいきなりレッドカーペット、よくわかりませんが、あのほうき拾いに行きましょうか。戻れてよかった戻れなかったら今のところはもう諦めるしかなかったですよね。ということで6分の4ゲットできました。残り2つ、管理者クリックしてと書いてありますけど、あそこを押せばいいんでしょうか。はい、じゃあ進んでいきましょう。でっかい、なんだなんだ、え、いきなりムービーが入ってるけど、上が開いて、なんで落ちてきたの、あなたは私の罠に落ちました、はは
なんか喋ってる。いきなり喋れるようになったの？今まで喋ってなかったよね。はい、こんにちは。今私の部屋をきれいにしてください。混乱しないで。さもなければ。全然意味わかんないけど寝ちゃったな。あ、待って、あったあったあった。キラキラ光ったほうき。はい、これで6分の5、あと1つだぞ。あ、なるほどね。この段ボールを持ってここに置いて脱出しろと。なんで寝ちゃったんだろう。せっかく閉じ込めたんだからちょっとの間ぐらい見とけばいいのにね。はい、簡単に脱出されてしまいましたが、あー、また体がバラバラになる。滑り台でございますが、まあまあまあ、これは大丈夫。そしたらこれ動いてるわけではないのか。動いてないので、はい、くるくる回ってない方進んでいけばいいでしょう。大丈夫か、ほうき。ちょっとほうきの取り逃しが怖いぞ。ちゃんと後ろも見つつ、全部のほうきが集まれば、なんだろう、MK さんも掃除マスターということなんでしょうか。別に掃除マスターを目指してるわけじゃないんですけどね。そしてもう MK さんロブロックスマスターだからわかるよ。これダッシュでしょ。ほい、はい、ダッシュ。来ました来ました。もうこのね、黄色い、なんだこの色の、何、地面はダッシュみたいな、もうなんかあるんだよ。うわー、放送、何、え、何今の。はい、今おかしかった。なに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 、場所限定、そこ限定。うわあ、かっこよ、かっこいいジャンプする。うわあ、だだ、やめて。あ、ちょびっくりするからやめて、そのかっこいいジャンプ怖っ。やめてくれ。はい、じゃあこちらも進んでいきまして、こんにちは、チェックポイント。うわあ、出た。たまにあるよね、このよくわかんない、なんて言えばいいんだろうね、この大岩みたいなのが落ちてくるのを左右に避けてくやつ。たまにあるけど、これ特に面白みないんだよな。なんかギミックとしてはちょっとね、あんまり面白くなくないか、この弾を避けるやつ。はい、ということで、ほうき大丈夫だな。落ちてないのを確認して、スライムが落ちてるけど、さっきからこれはちゃんと掃除して、MK さんを掃除する前にこういうところを掃除した方がいいんじゃないですか。はい、チェックポイント到着しまして、なんかここだけ壁の色違うの、何。ここだけ壁の色違うよ。あ、柵か、柵の下がその色になってるんだな。まあそんな細かい話はいいんですよ。はい、じゃあこのペレットの上歩いていきましょう。そこで突っかかって往復すんのか。どういう川の流れになってる、川っていうか下水道の流れになってる。おかしいけどね、左右に触れていくのは。流れは一定のはずなんですけどね。まあごちゃごちゃ言ってもしょうがないでしょう。びっくりした。この緑の液体が収まったのを確認してから、危ないよ、進んでいきましょう。今のとこよく耐えたね。今のとこ危なかったんじゃない。そしたら、うわー、出たな。もう運ゲーだ、それは、それは運ゲーだ。え、回ってるわけではないのか。だとしたらちょっとはず、嘘。落ち着け落ち着け。この辺りか、この辺りで。おお、キョ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 、なんとか抜けることができました。ほうきまだコンプリートしてないよね。ほうき、あったけど、あった、うわー、あったけど手伸びてるよ。そこ行っちゃっていいの。あー、ちょっと待って、それ以前の問題。まあまあまあ、食らってもいいからって感じで向かうか。はい、ここでほうき取りました。6分の6見つかったけど、まあ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 、捉えられたのはしょうがないな。ほうき、なんとかコンプリートすることができました。あとはゴールするだけか？何これ？乗るの？はい、トロッコに乗って、前？前？ん？ここか。あー、なるほど。わかりづれー。そこ押すのはちょっとわかりづれーぞ。ここスイッチだと思う？普通。いやいやいや、今このなんかマウスのね、カーソルがちょっと変わったから分かったけどさ、そうじゃなかったら今のところは気づきにくかったんじゃないでしょうか。なんかギミックがあるわけじゃないよね。大丈夫だよね。そしていつの間にかなんかジャンプかスピードか分かんないけどコイル持ってるな。これを使えば多分足が速くなるか、ジャンプ力が高くなるか、何かしら起こるかと思います。長くね、何も起こらないトロッコのくせにめちゃくちゃ長いぞ。なんか起こるのか。後ろから追いかけてきてるわけでもなければ、何かを避けたりルートを選択するわけでもないんですけども、到着してしまいました。何だったんでしょうか。全く意味がわからない。そしてこれ抜け道あるじゃん。え、いいんですか。ビームを完全に無視してこっち通っちゃって。え、これあえて
それともミス？このビームを完全に無視して外側通ってきちゃいました。そしたら上か。最近の流行り的には最後あの掃除屋さんとバトることになるんじゃないですか。え、何ここ、バスケットコート？あ、バスケットコートだよ。うわー、何？今私はあなたを吸うでしょう。小さな害虫。うわー、掃除機だ。ちょっと待って、これ使えばいいのか。おー、足が速くなった。はい、じゃあこれで逃げていきましょう。なんなんだあれ、掃除機使って MK さんを吸い込もうとしてんのか。うわー、何？え、びっくりした。あ、何が起こった？正解？不正解？ちょっとわかんなかったけど、まあ前に進めるから多分正解なんでしょう。掃除機が良い、今すぐ終わらせよう。あ、来た、バズーカ。もうあるあるになってきたよな。はい、じゃあバズーカを使って、うわ、なんか飛ばしてきたぞ、そのモップ。おいおいおい、飛び道具はなしだろって言おうとしたら MK さんも全然飛び道具だった。はい、ここ攻撃して、あー危ない。それはずるいわ。それずるいな。ビームはあなたのものじゃないでしょう。あなたもじゃあビーム当たったらアウトってことにしといてくんないか。はい、という、もう連打しよう。連打連打連打。はい、連打して、お、倒した。こんな下駄みたいな足だったの。こんな、お、何、ヘリコプター。さあここからでどういう展開。どういう展開ですか。え、 MK さんは何、悪の組織かなんかと戦ってたの？迎えに来たけどヘリで、どういうこと？ヘリで迎えに来られた。え、エージェントだったんでしょうか。私は脱出した。今座席が残ってたような気がしますけども、あまりそういう細かいことは気にせずに、オッケー、なんとか。掃除屋さん、恐怖の掃除屋さんに勝利して脱出することができました。うん、なんか最後の最後よくわかんなかったねと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。ヘリコプターなんだったんだ。